甘酒に昆布水、出汁を取るときにね、お水の中に昆布をこう浸しておくと、まあ、浸しておくだけで綺麗に出汁が出ますから、そうすると手間もないですよね。こう鍋見てなくていいから、そんなのも含めてこういったメニューで作ってみましょう。で、甘酒はできれば甘みをあんまり加えてないやつ、そういうのはね、スーパーで最近売ってますから、そういうのを使っていただきたいということだろうか。